平成22年11月26日、阿蘇田園空間博物館主催の第87回阿蘇市お猿子山田地区散策が開催されました。今回は阿蘇市の社会福祉協議会の教養講座の方々の参加で阿蘇市山田地区を訪れました。冬の訪れを感じながら地元案内人さんの案内で猿き、豊かな水の流れの音川とその周辺の棚田を見学しました。途中では水路が竹を組んで作ってあり、参加の皆さんはそこからおのおの水を飲んでいました。音川の水はとても柔らかい口当たりでした。さらに歩いていき、流水寺山田八幡宮と案内をしていただきました。この年輪がはっきり分かれば、この時代に山があったということは計算できるだろうと思います。その後、案内人さんのお宅のお庭にお邪魔をさせていただきました。そこからは阿蘇五岳を一望することができ、素晴らしい眺めにしばらく見入ってしまいました。最後に久福殿寺を訪れました。久福殿寺は境内に多数散在している五輪塔などから室町以前の建立だと推測されています。幹約1メートルの五葉松と幹約70センチの銅弾ツツジはどちらも樹齢500年と言われる古木です。その姿はとても見事なもので一見の価値がありました。散策した後は山田公民館で昼食です。参加の皆さんは山田地区の婦人会の方の心のこもった手料理にとても感激していました。こういう山田とか全然来たことがなかったし、わざわざ遠くに行かなくてもね、こんな近場でこんなみんな元気もらってね、名所旧跡がたくさんあるんじゃないなと思いました。五葉松ですね、やっぱ五葉松とは筋の銅弾筋ね、とってもそうすると池がね、とっても良かった。昼食の後は山田区長さんのお宅で採れた柚子をお土産にいただき、参加の皆さんは満足した一日になりました。山田は綺麗な水と、美味しい空気、それから阿蘇山を
阿蘇山の涅槃像を一望にできる景色のいいところです。一回ぜひ山田においでください。はい、来てください。